えー、<ー>はいどうも、ゾゾマリン薬病神系 YouTuber 大チャンネルです。ということで、えー、皆さん、いつもとユニフォームが違います。今日なぜかね、あの、侍ジャパンのユニフォームを着させていただいてるんですよ。えー、侍ジャパンといえばね、えー、約1週間後ですかね、はい。侍ジャパンの WBC 強化試合がありますと。えー、そのね、チケットはもうすでに大マネが取ってくれまして、11月の6日かな多分、参戦することになるんですけれども、それはまあね、あの、強化試合だと。問題は、 本戦に行けるかどうか。っていうところで。えー、本日はですね、来年3月に行われるね、あの WBC、えー、当落結果の、えー、発表でございます。<笑><笑>えー、このようにね、非常に緊張しております。 え、僕ね、あの、今まで日本代表の試合を見に行ったことがないですから、はい、ちょっとね、あの、人生で一回でもね、行ってみたいというふうに思いまして、えー、今回もですね、えー、大真似に応募していただきました。まあ、僕その応募のやり方とか全く見てないんで、まあ、どういう感じかわかんないんですけども、多分なんか、第1希望、第2希望、第3希望みたいな感じで、で、それで、それぞれ第1希望、当選落選、第2希望、当選落選とか書いてあるんじゃないかなと思うんですけれども、で、先に言っときますとですね、 多分外れてます。はい、僕の予想は。いやいや、フラグ回収すんなよと思う方多いかもしれませんが、あのね、そういう抽選系のね、あのことは全部大真似がやってくれてるんですよ、今まで。えー、遡ること、約1年半前、えー、2021年の、えー、プロ野球開幕シリーズですね。はい、PayPay ペイペイドームで、えー、ソフトバンク対ロッテが行われました。えー、このね、開幕戦と開幕2戦目のチケットを大真似が、あの、抽選しまして、えー、全部落選。 えー、これまず1回目ですよ。えー、そして、その開幕シリーズから約4ヶ月後、えー、オールスターがありましたね。まあ、僕東京住んでるってこともあって、まあ、あ初戦のね、ベルーナドーム。これマジでいけんなと。場所的にもいけるし、そこまで遅くもならないし、はい。えー、といったところで、えー、このベルーナドームの、えー、オールスター抽選しました、大マネが。えー、外れー ま、あ僕はね、視聴者さんから僕が球場行って勝てる信用ないかもしれないですけども、俺から言わせてもらうぞ大真似が抽選当たる信用ができないなんで俺がキレてんねん。ということでですね、ま、あ結果的にはオールスターはね、ま、あまた違う友達がチケット取ってくれてそれで行けたんですけど、はい。ま、あそんなこと置いといて今日はえ気持ち切り替えて侍ジャパンの来年の WBC の抽選結果、大真似に電話をつなげて確認していきたいと思います。それでは、大ちゃんファイティンオ えー、それではこれより、ええー、電話をつなげていきます。いきますよ。おはようございます。おはようございます。まあなんか、4時ぐらいに LINE が来まして、なんか今から昼寝するわ、っつって、うん。昼じゃないしね、もうすでに。 ああののちょっとあの僕のルーティーンである昼寝をちょっとね、ちょっとやってて、寝てました、さっきまで。はいということでですね、今、ちょっとオープニング取りまして、来年3月に行われるねあの侍ジャパン WBC のあの登録結果が出たということで、大マネーが、ね、あの応募してくれたんですよね、それを。はいししました はい。で、その登落結果を今から発表していこうということでございます。はい。それなんかあの、僕あの、応募の方法とか知らなかったんで、ちょっと教えていただきたいんですけど、あ,あ,あのなんか、この前のペイペイドームみたいになんか第一希望、うん、第二希望、第三希望みたいな感じであ,あるんですか前回の、うん、あれはホークスのファンクラブなんだけど、今回は、ローソンのローチケってやつで、はい、うん、なるほど。第一希望、第二希望、第三希望で。 うん。やってる。ああ、なるほど。第一希望が当たることもあるし、あ、第二希望が当たることもある。あ、そうそうそう,そう。あ、なるほどね。だから、当選、当選、落選とかもあり得るわけだ。あり得る。ああ、じゃあいけんじゃん。なんかさ、よくあるのがなんか、第一希望も外れちゃったらもう全部落選ですよとかよくあるじゃない。うんうん。ああそういうやつじゃないのね。あ、じゃないじゃないじゃない。オッケーよし。じゃあ、俺もちょっとテンション上がってきたところで、ちょっと大真似の方に、第三希望からいこうか。順に発表していただきたいなと思います。 俺も心の準備できてるよ。おい、信じていいんだよな。おー。おーし。いや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 。お前、p イペ p はも外してるし、お前、オールスターも外してるやん。<laughs> <あ>お前の信用ゼロだからな、その。まあ、とりあえず、<ー>第3希望からいきましょう。えっとね、じゃあまず、第3希望は、し成績七位っていうところの一塁側。あ、めっちゃいいとこやん。これは おめでとうございます。おお確か、お前えー、当選です。見直したわ、お前。第3期を当選いたしました。まずもういけることは確定した、これで。よしこの流れでいっちゃおうか、第2期望。第2期望は、ガイア指定席レフト。おい、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 俺が一番行きたいところだぞ、ガイアは。お頼むぞ。残念。 当選ならずあ,あのー、僕が応援歌とか応援が大好きなこと知ってますよねあ,あちょっと残念やラッとんじゃー <laughs> 何してんすか、はい、いやいやいや,いやまあ大胆じゃん第一がまあ,まあまあまあ第一ねまあ問題は第一だで第一は外野指定的ライトおい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 外野取ってくれたん第一と第二これは来たもうレフトがダメならもうライトに行くしかないよじゃあライト行きましょう残念 こっちやっぱ信用できません。<laughs> いやいやいやお前当て、当てただけでもお前、よしとしてくれ。お前、どんだけこのチケットの倍に高いと思ってんのすいません。まあ、だから、要はあれじゃない薬病神に応援の場所はないって言われたんじゃないの日本代表の守る神様に。やかましい いや <laughs> いやいやいや、そうじゃんだって <laughs>。やかましいや、お前。いや、ここでも薬病神っぷりを発揮する何おま、お前は静かに手拍子だけしとけって。ああ、そうじゃない。せめて、生かしてやるから、応援だけはすんなって。大声あげんなって。まあ、静かに見ろってことじゃないとこあん。じゃあ、一切喋んねえよ、俺。球場で。まあ <laughs> まあ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 。まあ、何がともあれね。まあ、第三規模、内野ス席ー C のね、一塁側が当選いたしましたということで。まだ油断してはいけません、皆さん。はい。 まず、えー、第一関門を突破しました。はい。まずは見に行く権利を得るという。えー、ただね、僕の今シーズンの、まあ、ロッテではありますが、現地完成成績、えー、5勝11敗。<ー>来年の WBC もどうなるかわかりません。全く。はい。侍ジャパンまで足を引っ張るってなると、えー、そろそろ僕、命の危機がありますね。一方の大真似は今シーズンの現地完成成績が、えー、6勝3敗、1引き分けだったんですけれども、現在大真似、2連敗中です。 うん、ちょっとね、やばいんだよね。まあ、ね、でも、俺たちは、行くよね。11月3日、まず、強化試合っていう。ああ強化試合ね。先ほどご説明させていただきました。う,うん、まず俺たち強化試合があるから、そこで、勝たなくちゃいけない。そうね。まあ強化試合がその本戦の続きになりますからね。そこでしっかりと勝ち運を作って、<う>え来年3月の WBC に乗り込みたいですね。そうですね。 はい。えー、ということでね、3、4年連続で薬病神の大チャンネルと、え、ちょっと薬病神になりかけている、え、大マで二人が行くということで、え、皆さん、あの、試合結果どうなるかわかりませんが、え、もしね、当選した方がいましたら、え、ぜひね、球場なんかで声をかけていただければ、え、非常にありがたいなと思う次第でございますんで、え、皆さん、現在日本、え、世界ランキング1位ですので、え、今年こそ WBCV 奪還、え、できるように、共に、日本代表、応援していきましょう 最後にタイマルから一言ありますかちょっとね、まあホークスは残念な感じで終わってしまいましたけれども。うん、それは俺に言うか。う今はもう、まあ今はね、気持ちはもう侍ジャパンに向かってるんで、俺は。世界一のために見に行きますよ。絶対に勝ちます。お絶対勝ちましょう。はい、ということで、えー、電話対応ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。ありがとう。 とっとっと。